Alright. Start with red. もう私なんて。やれやれ。獅子身中の虫とは、まさにこのことか。お父さん、否定してくれないんだ。最後にもう一度だけ言わせてもらう。考え直せ。全ては変化していくんだ。何もかもがお前の掌中にあるわけじゃない。この星と共に生きることを考えろ。さて、用済みのおもちゃに退場願おうか。使える銃がまだ残っていたなんて。みんな気をつけて。なに、このままじっとしていてくれれば何もしない。面倒だろうね。なんなら塔を降りてくれても構わない。私は私で目的を叶えることにしよう。私のお父さんじゃなくても、私にとっては君には大いに感謝している。赤ずき、私の計画は君のおかげで大きく前進することになったのだね。だがもう不要なのだ。さようなら、赤ずき。またこの場面だ。お父さんに裏切られたあの時のことが頭に焼き付いて離れてくれない。私はお父さんのこと、生まれてから一度も疑ったことなんてなかった。だって怪我や病気の時はすごく心配してくれたし、どんなに忙しくても時間を作って会いに来てくれた。何年も何年も変わらずに愛をくれた。私はずっとずっとお父さんの娘だって。そこに疑問なんて持つわけなかった。だから最後のお父さんの言葉が私の心を突き刺し、軽々と打ち砕いた。仕方ないよね。私お父さんのことは本気で信じてたの。そう、あの時私はそれまでの自分の人生を否定された気がした。ううん、違う。間違いなく否定されたんだと思う。だってそれまでのお父さんとの家族の時間は全部偽物だったんだって突きつけられたから。でもそれでも私は信じようとした。何かの誤解やすれ違いなんだって思いたかった。信じたかっただけなんだろう。それまでただ怖くて目を向けられなかったんだ。結果私の行動は全部裏目に出ちゃって、みんなを危険にさらした。私はリーダー気取りでいたけれど、みんなを導くことはできなかった。そしてお姉さんかと言われればそんなこともなかった。私が誰を守れた。さっきだってそうだ。地上に出ていきなりの出来事に私はただ呆然とするだけで、仲間も住民の人たちも守れず、それどころかむしろ足手まといだった。本当私ってばダメだ。きっとジャックもこんな私を見たら呆れるだろう。そんな顔させたくはないけど、でもどうしていいかわかんないんだよ。お父さんに捨てられ、みんなを危険にさらして、そんな私はどう生きればいいのか。もう、みんなに合わせる顔がない。もしもウィッチクラフトが今目の前にあったら、私は消えてなくなりたいって。
てしまいたい。スキンさん、赤ずきんさん、覚ましてくださって。赤ずきんさん、具合の方は大丈夫ですか？大丈夫。ところであなた誰だっけ？あ、これは失礼しました。私、黎明で物資の販売なんかを担当していました、クナイと申します。直接お話ししたこともあるんですけど、覚えてないですよね。ごめん。いえ、気にしないでください。たまに行くお店のスタッフってだけですから、覚えてなくても仕方ありません。ただ私は赤ずきんさんをよく知っていますけどね。え、そうだったの？赤ずきんさんたちがいらっしゃると販売所が賑やかになって、こっちも楽しかったんですよ。ああ、それで有名なのね。ばかりで申し訳ないんですが、すぐに移動した方がいいと思うんです。そうだね、なんだか知らないけどここ寒いもんね。いえ、それも問題ではあるんですが、ここに留まらない方がいいというのはメルヘンやナイトメアがいるみたいだからです。え、どういうこと？おそらくですが、ここは監獄島じゃないかと。メルヘンたちを説明するにはそれしかありません。なるほど。すみません、本当はもう少し寝かせて差し上げたかったんですが、メルヘンといい、寒さといい、ここはあまりにも危険です。私だけではこの場所を探索できませんし、それで申し訳ありませんが起こさせていただきました。謝んないでいいってば。むしろ起こしてくれてありがとう。で、聞きたいんだけど、他に誰かいないの？ほんの少ししか見て回ってないですが、この辺りに人影はありませんでした。そっか、それはだいぶ困ったね。私、戦いにおいて力にはなれませんけど、実は運よくいろんな道具を持ってるんです。ほら見てください、携帯食に薬、鍋に水筒に寝床代わりのビニールシートまで。キャンプをするには困りませんよ。これって結構ラッキーだと思いません？物資担当だったのが幸いしました。へえ、当分の間は生活面は安心だね。はい、ですからこのチャンスを生かして他の皆さんを探しましょう。そっか、そうだよね。私たちはきっと恵まれた状況にいる。うん、みんなを探そう。じゃあそうと決まれば今すぐ出発しましょう。Okay. Nice to see some of the other NPCs from the first game actually do stuff. Also, this place doesn't have music. Maybe that changes after a bit.
Okay, let's take a look and see what Red Riding Hood has. Punk knife, flower ribbon, makes sense. Double checking her stats. Well, yeah, she is in the libero class type, so she's the jack of all trades, so her stats are kind of all over the place. But I think her default class has... Well, unless it's different in this game, her default class should have, yep, spells. These are all magic damage, so it uses her tech. Thankfully, scissors have tech on it, so that's always nice. Chance of attacking adjacent enemy after attack, that's nice. Counter, agility up, rush, rush. Oh, she has that shit now, too. Well, that's promising. Okay, This is the question of... Okay, how much SP did... Okay, she has 22 SP. I'm gonna teach her flame lore. Damn, that's so expensive. I'll give her a libero skill, and I'll probably go for rash rush next. It costs 10. Yeah, it costs 10, but that's like half her SP, unfortunately. She should be fine as a melee damage dealer. Oh, right, yeah. The main thing I was gonna check. Increase surprise damage output when her HP is 50%. Yep, okay, that's the same as what she had before. Much easier when you have the Endure skill. Does that makes you lose HP when you use it. Slightly raises target speed. And she starts off with mass swipe. One damage. Alright, I keep forgetting. The mass stands for massacre, not like mass as in a lot. Or as it's more obvious, like massacre mode is called genocide mode in JP. As you can very clearly say, because they're saying it a hell of a lot more often in this game than they were in the original. Especially with Genocide Tink. Okay, hat. Okay, so she's all alone for right now. Okay. One of the things I was wondering about was who her part... I mean, there's only two other party members left. Unless there's more that I'm not aware of. I also not running into any fights. That's what I thought. Okay. Probably need either a key, switch, or flames. This seems like an area that Pyre would have been in. Okay, so yeah, it looks like I'm not running into it. It's a little bit unusual that I haven't run into a single fight yet, so it's probably that there aren't any fights enabled at this present time. Oh, okay, I thought that was going to be a door that she would have to slice through. Oh. Oh, wait, she doesn't have... Even if I want to, I don't have any. Thank you! Safety scissors, that's good. Oh, that doesn't increase tech in this game? Okay. I thought scissors did increase tech. Well, whatever. She'll have less agility, but she should be one-shotting most random encounters at this point. Oh, there. Okay, never mind. Oh, never mind. Okay, different battle music, okay. That's all. Yep, that's all the way back over there. Armor? I mean, might as well get something out of it. Kekko sagashimawatta kedo, daremo mitsukara nai ne. Minasan mo buji nara, anzen na basho o sagashite ugoiteru hasu desu. Kitto sure chigatte iru dake desu yo. So datto ii kedo.
疲れてない？無理しちゃダメだからね。ありがとうございます。私は平気です。ずっと赤ずきんさんに守ってもらっていますから。むしろ赤ずきんさんにばかり頼ってしまって本当にすみません。いいっていいって。前に立つのが私の役割なんだから、クナイがちゃんとついてきてくれればいいの。それにクナイがいなかったら私寂しくて怖くてパニックになってた。本当に心強いよ。ありがとう。なんで笑うのさ。いえ、赤ずきんさんもそんな風に思うんだなって。そりゃいきなりこんな監獄島で目覚めて他に誰もいないなんて状況になったら誰だってパニックになるって。もちろんそれが普通の反応なんですが、失礼な話ですが、私赤ずきんさんは怖いものなどないというお人かと思っていたんです。だって遠くから見ていた限りではいつも堂々としててみんなを引っ張っていて、弱さなんてみじんも見せませんでしたから。だから赤ずきんさんが私と同じように怖いとか寂しいって思うって分かってなんだか嬉しいんです。遠目から見る私ってやっぱ強そうって印象だったんだね。ごめんなさい。つい謝らなくていいってば。怒ってないっていうか、むしろちょっと嬉しいし。なんか不思議だね。黎明ではほとんど喋ったことなかったのにさ。確かに赤ずきんさんと二人っきりでお話できるなんて想像もしてませんでしたよ。そういった点ではこの状況に感謝かもしれません。前向きだね、クナイは。いきなり辺りが暗くなりましたね。これはナイトメア。クナイ逃げるよ。わかりました。Act the way I came. Yep. ひと安心。やっと振り切ったみたいだね。よかったです。私、もう体力の限界でしたから。ちょっと休憩しよっか。そうしましょう。凍った床がちょうどいいって思えるくらい今私体が熱いです。日頃からちゃんと運動しておくべきでした。膝も手もガクガクいってます。そんなこと言ってクナイも結構足早かったじゃん。大丈夫？怖かったよね。やっぱり分かっちゃいます？そりゃあね。ええ、とっても怖かったです。私長いこと安全な黎明にいましたから、ナイトメアなんて初めてで、一人だったら足がすくんで動けなかったでしょう。赤ずきんさんも怖かったはずなのに私のために気丈に振る舞ってくれて本当にありがとうございます。私も怖かった。はい、あんな化け物怖くて当たり前じゃないですか。当たり前。そうです。どんなに勇敢な人だって立ち向かうかどうかは別にして怖いものは怖いはずです。私もすっごく怖かった。だって今のナイトメアはきっと
どう頑張っても倒せない状態だろうし、何より私一人だったし、いくら景色少女だってたった一人でナイトメア相手にしたらきっと簡単に殺されちゃうんだよ。だからもうダメかもって思っちゃった。ごめんね、こんなに頼りなくて。そんなことありませんよ、赤ずきんさんは私の手を離さずにいてくれたじゃないですか。本当ならクナイが怖がらないようにどんどん構えてなきゃいけなかったの。でもそんな余裕もなくて。それでも私を助けてくれたという事実は変わりません。それにいいんですよ、それで。私だけ怖かったらきっと情けない気持ちでいっぱいになってました。足を引っ張って最悪だなって。でも赤ずきんさんも怖いって思ってくれたから、そこまで自己嫌悪に陥らずに済んだんです。本当に同じでよかった。ありがとう、クナイ。アカレイ、やっぱりアカネーだ。やっと会えましたわね。親指、シンデレラ。へえ、ここならメルヘンたちにも見つかりにくそうだし、キャンプ地にちょうどいいね。そうでしょ。この場所のおかげで私たちしばらく隠れていられたのよ。おこのキャンプ地は私が見つけたんですのよ。すごくなくって。いや、あんたが最初に倒れてたってだけでしょ。それは言わない約束ですわ。何にせよ親指とシンデレラが無事でよかったよ。ここまで誰にも会えなかったからさ。私たちも近場を回ってみたけど誰にも会えなかったの。だからいよいよ遠出してみようかって話をしてたの。そしたらいきなり茜たちの声が聞こえた気がしてね。もしかしてって思って見に行ったら本当にいたから驚いたわ。本当茜たちも無事でよかった。赤ずきんさんの大きな声のおかげですわね。他の人の声だったら聞こえたかどうか。そんなに私の声ってうるさいの？割と真面目に褒めてるんですのよ。そうなのかな。皆さん、荷物整理してたらいいもの見つけました。わあ、クッキーじゃありませんの。携帯食とは別にこっそり忍ませておいた私のとっておきです。さあ食べましょう。ありがとう。甘いもの食べたかったから助かるわ。そういえばあなたちょくちょく見たことあるような。黎明の販売所にいたクナイさんですわよ。無事で本当に良かったですわ。シンデレラ、クナイのこと知ってるんだ。ええ、掃除仲間だったんですのよ。黎明が綺麗に保たれていたのは私たちのおかげなんですからね。シンデレラさんのおかげでいつも掃除の時間が楽しかったんですよ。へえ、そんなつながりが。何にしてもこうして4人だけでも合流できてよかったわ。これで他のみんなを探しに行くのも楽になるわね。でも他のみんなはどこにいるのかしら。地上に出てどうしていきなりこんなことに。確かに何が何だかよくわからないわよね。ジェノサイドピンクとかあの巨大な監獄島とか、短い間にいろいろと起こりすぎだわ。でもいろいろ考えなくちゃいけないことはあるけど、今は立ち止まってはいられない。そうでしょ、アカネ。それはそうなんだけど、私たちには今ジャックがいない。汚れを取る方法がないんだよ。だから今はむやみやたらに戦うわけにはいかないよ。ああ。汚れを取る方法ならあるっちゃあるけどね、シンデレラ。ええ、まあ
それは何？薬？前にグレーテルさんから研究の対価としてもらったとても強力な睡眠薬ですわ。これを飲めば一時的にではあるけれど、汚れを減らすことができるんですのよ。そんな便利なもの、グレーテルったらいつの間に。ところがどっこい、そんな都合のいいものでもないのよ。この薬、確かに汚れを減らせるのだけど、睡眠薬の効果も強力で、飲んだら最後強制的に眠ることになってしまうんですの。それじゃあ戦ってる最中に飲んだら無防備なままボコボコにされちゃうじゃん。だからあるっちゃあるけどって濁したのよ。でもないよりはマシでしょ。そうだね、本当に最終手段だけど。ええ、グレーテルの薬にはなるべく頼らずに行きましょう。そういえばグレーテル、それに白雪も怪我を負わされていたけど大丈夫かな。私がもっとしっかりしていれば被害をもっと少なくできたの。それを言うなら私もですわ。ジェノサイドピンクを甘く見すぎていましたもの。いざ戦ったら手も足も出なかった。あいつら強かったよね。落ち込んでちゃダメでしょ。次は勝つくらい言わなきゃ。親指姫さんも戦ったんですから、それが簡単じゃないことは分かりますでしょ。まあそうだけどさ、白雪無事よね。それにネルマ、あ、いきなりどうしたの。クナイ、私いいものを持ってきてたんでした。確かこのポケットにありました。ほら、ライターです。これで暖かくなれますよ。ちょっと待ってくださいね。あれ、つかむ、あっ、クナイ持ち方が上下逆だって。あら、何かおかしいと思ったんですよね。クナイさん、もしかして意外とそそっかしい？よく言われるんですよ。いや、褒めてないからね。でもこれで火が起こせますわね。私正直寒くて限界だったんですのよ。実は私もよ。じゃあ焚き火作って暖を取りましょう。ほら茜、風よけになって。了解。お、暖かい。随分と久しぶりにぐっすり寝た気分ですわ。別に一日たりとも徹夜なんてしてないのにね。昨日があまりにもいろいろとありすぎたからね。私も体力限界だったし。でも一晩しっかりと休んだから今日しっかりと探索に出られるわ。皆さん出発ですか？絶対に無事に帰ってきてくださいね。何言ってるの？クナイも一緒に来るんだってば。そうなんですか？私はてっきりここに残ってキャンプを守るのかと。探索組とキャンプ組に分けたいところなんだけど、私たち人数少ないからさ、2人ずつに分けたら探索組が厳しい。だからってキャンプに来ない1人を残すなんて絶対にできない。どう分けてもどっちかが手薄になるならいっそキャンプ地は無人で放置してみんなで行こうって、そう考えたんだよ。キャンプは迷い込んだメルヘンとかに荒らされちゃうかもしれないけど、それはもうしょうがないって割り切ろう。命の方が大事ですものね。大丈夫、クナイさんは私がちゃんとお守りいたしますわ。ありがとうございます、シンデレラさん。とても心強いです。やっぱアカネがいてくれてよかったわ。方針がズバッと決まるし、まとまりが出るもの。やっぱり私たちはこうでなくっちゃですわね。いや、私なんて大したことしてないってば。そんなことないわ。アカネがいてくれるからみんな下向かずに頑張ることができてるのよ。私がいなかったら他のみんながもっとしっかりやってくれるよ。そうじゃありませんわ、赤ずきんさん。
私は子供の頃からずっとずっと赤ずきんさんと一緒でしたわ。それこそ修行も遊びも全部、そう、それが当たり前の日常だったんです。だからあなたがそばにいてくれるだけで安心するんですの。ごめんねシンデレラ、私リーダーだとかお姉さんだとか言いながらそばにいるしかできなくて。そうじゃありませんのに。ほらみんな行こう。え、そうですわね。そうだ、昨日も話したけど私たち汚れをちゃんと取ることができないから無茶なことはしないようにしましょう。うん、グレーテルの睡眠薬に頼らなくて済むように行動しなきゃだね。それじゃあ行こうかみんな。 Oh boyRed Riding Hood's route, when she、hits Blood Skelter mode, it'll be game over. Oh. Oh, that's bad. Oh, that's extra bad. By using Sleeping Pill, you can get rid of some of the corruption. So she's the only one who can use them, I guess. However, consuming it will inflict weakness debuff on you. Okay. And Kuna, yep. Yep. Same old. Okay.I was somewhat wondering how this party was going to get rid of corruption. Also, somehow I forgot that Snow White and Thumbelina had not actually showed up in a group yet. So yeah, that was four characters. So that means the other group is Snow White and Kaguya with the other guy. Okay, well, this party seems to look pretty strong. Alright, let's see what they got. Okay. Let's see.Wind skill, obviously. Yep, she has chance skills, which is unfortunately not super, super useful. Give her a heal just for coverage. I'm not sure if she necessarily needs that, because that's defense. Maybe another coverage skill.I don't have rush coverage now that I think about it, so yeah, we'll go with that for now. She has mass recovery, recover all ailments, gotcha. Okay, she's in martial class, let's see. Big slash, rush attack, range, and range moves are usually. She learns rage rush, of course, but that's oh god! I was looking more so at the CP cost than I looked at the SP cost. It's like, yeah, this has always been a stupidly expensive skill. Yeah. Definitely that. First strike is always a really great move. That's costly now. I'd have to wait two levels to learn that. That could probably be fine, unless I get some really bad shit that needs rush attack, but otherwise. And I probably don't need that until it's nightmare time when I can hit multiple things. Or that.It depends on the range. I imagine they probably have the same attack. Okay. Plus one random hit of Cinderella's HP is 50% or less, and the enemy's hit by its weakness. Restore a small amount of Party's SP. And she has Impact Shot. Thumbelina has. Boost Party's magical damage output when the last two digits of Thumbelina's HP are the same.Temporarily reduces party's magic damage. Okay, where are we up there? So gotta be extra careful of Blood Skelter with this group. Oh, so this place doesn't have music. Weird.
を植える? Yeah, I don't have any other blood, so... I was thinking about that for a second. You know, it might be a good idea to hit up those items anyways. Alright, I didn't check what their... Well, I didn't check what their items are, but it's probably... Yep. Kind of what I expected. どうしようかしら。こんな。I think that wasn't enough. So yeah, buying it for Tiny Princess in 12 Dash. I'll have to look into Tiny Princess to make sure it's not a case like Remake, where every skill that was actually, every item that actually got enhanced by it, did nothing. Okay, I thought that was going to be a, like a swing or something. Okay, never mind. I was thinking for a second how I wanted to go about it, but whatever. Cinderella just kicks ass. Whatever. Okay, that looks like something I had to cut. Yep. Maybe? No. Just a weird chair thing. So this party cannot progress any further. Likely you have to get over that door over there. Cool. Okay. So I'll likely have to switch to the other party now. Oh yeah, it even says help now.時間もない。最愛の妻を探している。どんな時でも笑顔を崩さず僕をずっと支え続けてくれただろう女性だ。だろう、おかしな言い方だなと自分でも思わずにはいられない。だがそう表現するより他はない。なぜなら僕にはほとんどの記憶がないからだ。たった一枚残された写真のように脳裏に浮かび上がる、とびきり美しい妻の笑顔。彼女の記憶はそれと少しの言葉くらいしかない。そして
他に覚えていたことといえば、自分が結色少年であることと監獄島であるということだけだ。正直それだけでは自分が何者であるかなど分かりやしない。だから解放地区で気がついてからしばらく自分のことを探ってみた。だが手がかりは全く得られなかった。それに対して焦りがなかったといえば嘘になる。だが冷静になればなるほどそんなことはどうでもいいのだと気づいた。あの柔らかく笑う妻と再会すること、それだけが僕の望みだったのだから。そんな時だった。ちょうど地上へ行く方法が見つかったと知らせが舞い込んだのは、きっとこんな狭い地下監獄よりも地上の方がはるかに妻のいる可能性は高いだろう。そう思い僕は迷うことなく地上へと向かった。しかし待ち受けていたのはジェノサイドピンクという人の形をした化け物たちだった。すぐに殺戮の宴が始まり、人々はちびられ、くびられ、切り刻まれ、いとも簡単に殺されていった。圧倒的な暴力の嵐。そんな感想が簡単に出てくるくらいだ。人々になすすべなどなかった。あとはできることといったら逃げるか隠れるか、それ以外に行動の選択肢はないんだと僕自身痛いほどよく知っている。どうして僕はそんなことを痛いほど知っているんだ。まあ失った記憶の中にそんな知識があったんだろう。そんなことは今はどうでもいい。とにかく何とかやり過ごさねばならなかった。冷静に周りを観察するとジェノサイドピンクは逃げる人間から殺していることが分かった。となれば選択肢は隠れるしかなかった。なるべく目立たないように、積み上がった死体の山に身を潜めようと動く。死体のふりをしてやり過ごすのだ。傍から見たら情けない姿かもしれない。だがそれこそどうでもいいことだ。僕は生きて妻に会わなければいけないのだから。だがその時だった。それ以上はいけない。自分を見失ってしまう。その手に持ってるのはメアリガン。そんなことはどうでもいい。立てるか。いや無理にでも立て。今のうちに逃げるぞ。思わずあの結色少女と言ったか。彼女たちの悲痛な顔を見たら胸がチクチクとしたのだ。結色少年である自分はその役割についてもちゃんと理解していた。だからとっさにメアリガンを撃つことができた。このメアリガンは記憶を失って目が覚めた時にすでに所持していたものだ。手放すだけの理由がなかったから持っていたに過ぎないが、ともあれそのおかげで赤ずきんという少女は無事に正常な状態に戻ることができたようだ。しかしこの結色少女と呼ばれる少女たちは唯一奴らと戦おうとしていたみたいだが、一緒にいると僕の身も危険ではないか。それは困る。僕は妻に会わなければいけないのだ。だから早々にその場を去った。今にして思えばなぜそんな行動を取ったのか、自らの命を計りにかけてまでやることだったのか、全くもって自分が理解できない。そして事態はますます意味がわからなくなる。結色少女たちの元から去ろうとした時、突然僕の体が宙に浮いたのだ。気づけばこんな寒い空間に飛ばされてしまったというわけだ。正直な話、この世界がどうなろうが、周りにいた人間がどうなろうが知ったことではない。僕には何よりも優先すべきことがあるのだ。妻に会って話がしたい。
まだまだ話したいことがたくさんあるんだ。ほんのわずかな愛の思い出と花のような笑顔、そして記憶の果ての彼女がつぶやく急がば回れという言葉。これらを胸に、これから何をすべきか、どうすれば彼女に再会できるのか、しっかりと考えていかねば。なあ、そこの君、ちょっといいか。あなたは？君たちと同じように地上に来たものだ。それよりもちょっとどいてみろ。どうですか？助かるんですか？あいにくと医者じゃないから断言はできない。だがまあ、できる限りのことはやってみよう。まずは止血だ。その女を仰向けにして、足を荷物の上に軽く乗せるんだ。それからハンカチで傷口をしっかり押さえててくれ。わかりました。ほら白雪、もうちょっとの辛抱ですよ。慌てるな、危害を加えたわけじゃない。まさか汚れがゆっくり消えていく、この感覚は。君たちの汚れを消しておいた。それはメアリが。そういえばあなたは確か赤ずきんの汚れも消していましたね。一体何者なんですか？一緒に地上に来たってことは解放地区にいらっしゃったと。待て、今はそんな話をしている場合ではないだろう。まずはこの女の治療が先だ。傷薬を使っておいた。あとはなるべく動かさずにしておけば、じきに出血は収まるだろう。そうですか。よかった。本当にありがとうございます。安心するのはまだ早い。この場所は吹き抜けで風が強い。ここにいたら傷は塞がっても寒さで体力が落ちていくぞ。だから風の入ってこないメルヘンたちにも見つかりにくい場所を探すんだ。そうですね、休ませてあげられる場所を探してあげないといけませんね。ならすぐに移動するぞ。ついてくるんだ。あ、オッケー。 We'll save first。
Okay. Alright, might as well take a look at her. Okay. Oh, good, she starts with a bow, that's nice. Unfortunately, she's the only character I have, and so she has to be in melee range, which I just realized that Snow White will also be in melee range, even though she's not a melee unit. Chance of reducing party's magical damage when Kaguya's HP is 50% or less. Slight evasion boost. Party's hit and evade. Gotcha. Flash blade. Water damage to all. Okay, that having an AoE one is always nice. Okay. Skill creation. What do we got? Prophecy, sniper skill, hard critical, quick shot. Okay. Okay, ailments. Gotcha. Enemy line right. Okay. ついてますね。 Did she even equip scissors? I mean, those things are random, so no. Okay. Well, at least she's not taking horrible amounts of damage. Yeah, he doesn't really have much going for him. Okay, he has all the skills. Okay, that was the important part. Yeah, should have. Yeah, bamboo guard, which costs. Oh gosh, he only has 13 SP. Well, whatever. I'm not terribly going to use her for her SP skills, anyways. ここなら安全だろう。休ませるにはちょうどいい場所ですね。奥まっていて風も入ってこないですし、とはいえ凍っている床に白雪を寝かせるのは体温の低下を招きますね。これを使え。もう
敷物に服まで。助かります。服は体にかけて、その上で君を止血しつつ体を寄り添わせて少しでも温めてやれ。白雪に何してるんですか？何って止血だな。それはわかります。ですがそんなにスカートをめくって太ももまで触って。これは止血対法という手段だ。傷口を圧迫して包帯をするから、触らねばやりようもない。言っておくが、僕は離れ離れになってしまった妻を探しているんだ。そんな僕が他の女性に、しかもこんな子供の体に興味など抱くものか。ましてや今は緊急事態だ。こんな状況でそのようなことを考える奴はただのバカだな。それはごめんなさい。え？あなた同い年くらいに見えるんですけど、結婚してるんですか？よし、どうやら出血も止まったようだ。あとはこいつの運次第だな。白雪姫です。その子の名前です。あと我らはかぐや姫と申します。これからはこいつとかではなく名前で呼んでいただけるとありがたいです。そして改めて白雪のことありがとうございます。あなたがいてくれなかったらこの子は助からなかったかもしれません。まだ助かったわけじゃない、こいつ。いや、白雪姫の体力と運次第だと言ったろ。それでも感謝します。本当に助かりました。それで改めてあなたのことをお聞きしたいのですが。聞きたいと言われてもな、僕自身記憶を失っているから話せることはほとんどないな。そうだったんですか。ではどうしてメアリガンを持っているかというのもご存知ないのですか。僕が覚えているのは3つだけだ。妻を探していること、自分が景色少年であること、そして自分が監獄島であるということだ。メアリガンを持っているのは僕が景色少年だから。手に入れたのかも分かりませんし、黎明が感知していなかった理由も分かりませんね。それに監獄島、あなた自身が監獄島とは一体どういう意味なんでしょう。僕に聞かれても困る話だ。確かに記憶喪失ですもんね。ではあなたのお名前は。そういえば名前も覚えていないな。ま、あなたでもお前でも好きなように。とにかく今話した以上のことは知らない。そうですか。僕自身自分のことなどどうでもいい。だから君も気にするな。気にするなと言われても気になって仕方ないんですけど、あなたはどこで記憶を失ったんでしょうね。もしかしてジェノサイドピンクに襲われたショックで記憶を失ってしまった。それにどことなくジャックに面影が似ていますが、もしかして兄弟だったりするんでしょうか。ジャックとは水色の髪の男だろう。あいつは遠目から見たことがあるが、あんな奴は知らないな。ジャックもそんな話はしてませんでしたし、やはり関係はありませんか。そうだ、あなたの妻の名前は何ですか。もしかしたら知ってる方かもしれません。力になれるかも。こんなにも妻を求めているのに、顔も思い出せるのに名前が思い出せないんだ。それは辛いですね。それが妻を探し出せない理由にはならない。何があると絶対に生き抜き、見つけてみせる。そのために君たちを助けたんだからな。え？
なメルヘンが徘徊している場所で貴重な時間と資材を費やしてまで一般人を助けるとでも。僕はメルヘンと戦う力はないからな。奴らと渡り合えるものを探していた。それで見つけたのが結色少女の君たちというわけだ。ダサまみれだったなんて。確かにジャックと兄弟とは思えないですね。だから兄弟なんかであるわけ。ちょっと待て、あたりが暗くなってきてないか。本当ですね。で、この闇は。ああ、そうか、ナイトメアか。メルヘンならまだしも、厄介な奴が出てきたな。仕方ない、手間をかけて応急処置をしたが、ここまでのようだ。はあ、あなた何を言って。まさか、司令機を置いていくつもりですか。そんなことできるわけがないでしょう。そうは言っても、白雪姫を背負ってナイトメアから逃げるというのは死ぬ確率を相当上げる行為なんだぞ。それに彼女を置いていけばナイトメアもそっちに決めいくはずだ。その方が死ぬ確率は下がる。そうだろう。あなたは白雪を何だと思ってるんですか。おとりにも生贄にもさせはしません。ではここで全員仲良く死ぬか。僕はごめんだ。あなたは自分のことしか考えていないのですね。白雪を助けなければわらわもあなたを見捨てますよ。ナイトメアに捕まろうが何であろうが。なるほど、それだと僕は死ぬな。だがそうすれば君は遠くないうちにブラッドスケルター化するだけだぞ。それでも白雪を見捨てるという選択肢はありえません。を巻き込んでしまう。背負って逃げる。完全に無防備になりますが。白雪姫を連れて行けば君は僕の代わりに戦ってくれるんだな。いいだろう、僕がおぶって言ってやる。だが僕の命が危なくなれば即座にその場に置いていくからな。あなた急にどうして。まあいいです、そうしてくれるのであれば。わらわが本気で何とかしてやります。白雪、回復したら向こう1年間はわらわのサボりに付き合ってもらいますからね。慌ただしいけど少し我慢してくださいね。ナイトメアから逃げて今度こそ安全な場所に連れて行きますから。よし、準備はいいな。ではナイトメアを振り切るぞ。And we're done. どうやら逃げ切ったようだな。ええ、もうナイトメアの暗闇はありませんね。ちょっと息を整えさせてくれ。あら、思った以上にひ弱なんですね。こんな重いものを背負って走ったのは生まれて初めてだからだ。それでよく解放地区で暮らせていましたね。何にせよ白雪を見捨てないでくれて
ありがとうございます。その代わりに君に戦ってもらうという約束に従ったまでだ。礼などいらない。さて、今度こそしっかりと白雪姫を寝かせておける場所を探したいところだが、監獄島の中で安全な場所を探すというのはなかなかに難しそうですね。そこにいるのはカグヤか。その声、ハル、それに門脇も。よかった、無事だったか。そっちは3人か。カグヤと白い髪の君と、背負われているのは白いのか。お二人も無事で何よりです。ああ、ようやく仲間と再会できた。お前ら、クララは一緒じゃないのか。どこかで見なかったか。え、いえ、見ていませんけど。そうか、いや、お前たちだけでも会えてよかった。そうだ、喜んでいる場合ではありません。白雪が重傷なんです。どこか治療に専念できる安全な場所をご存知ありませんか。それなら俺たちが設営したキャンプがある。そこなら一通りの物資もあるから、ちゃんとした治療もできるだろう。白いのはだいぶ危険なのか。この人が応急手当をしてくれたので、最悪な状況はひとまず回避しましたが、予断は許しません。そうか、あんたがありがとうと言っておくよ。礼などいらない。それよりどうするんだ。何をするんですよ。ここに突っ立っていても仕方がないと思うが。それもそうだな。じゃあ行くか。ようやく希望の芽が出てきました。白雪を運びますよ。あ、分かっている。よし、すぐ近くだ。ついてこい。